方チェルシーフォワードルカク、3年契約でセリアーナポリ移籍が決定。ロメル・ルカク、ナポリへ、チアウィーゴー、クラブ間で口頭合意、チェルシーが3000万ユーロの固定費と最高1500万ユーロのアドオンを受け入れ、4500万ユーロの可能性がある、アリバラットがエピックスポーツに仲介、ルカクはナポリで2027年までの3年契約を結ぶ。ようやくルカクの処分が、ルカクがチェルシーから退団すると聞いて涙が止まりません。我々の悲願がやっと叶いました。ルカクが売れたぞー。ルカクはドログバみたいになってほしいなって期待してたけど、全然愛着もない選手として年月だけが過ぎた。ルカクさんはゴミムーブぶっかましてるのになぜか毎年ビッグクラブでプレイできてんのすごいよな。この際ルカクに言うわ、アブラモビッチチェルシーを名実ともに世界一のクラブにしてくれてありがとう。ありがとうルカク、間違いなくあのアーセナル戦のチェルシーが過去最強のチェルシーの一つだった。ついにナポリにルカクが行くのか、コンテさんとルカクは怖くてしゃあない。これでオシム編獲得の可能性出てきたか。ルカク、オシム編、マクトミネイの玉突き移籍実現しそう。ルカクがヒアウィーゴーってことはオシム編もそろそろどうなるかやな。おお、ついにルカク2ナポリ決まったか。これでクバラかオシム編が出てもいいのかな。ルカク決まったか。オシム編はどうなるのか。ルカク、イタリアのクラブ全部止め